大河原駅は、京都府相良郡南山城村、大和座北大河原商事欠が原にある、西日本旅客鉄道関西本線の駅、南山城村の代表駅である。鉄道省課題5集大和田竹木作詞11番の歌詞にて、大河原駅と笠木駅との間にある木津川橋梁が登場する。水を離れて6畳の高さを渡る鉄の橋すぐれば、 ここぞ大がわらがわらの岩の景色よさ現在では、駅付近の木津川の河原に岩は見当たらない。港内港内相対式ホーム2面2線を持つ、交換可能駅で、地上駅。出発信号機、場内信号機とも1方向のみの設置のため、逆線入線はできない。駅舎は、鴨方面行きホーム側にあり、亀山方面行きホームへは、無害の古戦橋にて連絡している。 亀山鉄道部が管理している簡易委託駅で、早朝と夕方以降は無人になる。自動券売機は設置されておらず、乗車券の発行は窓口発券のみである。2021年3月13日から愛子化の利用可能となっている。窓口営業時間は7時から15時土曜日、日曜日は休業。京都府統計所によると、1日平均乗車人員は以下の通りである。 関西本線で最も利用者の少ない駅である。相良東部広域バス1日4往復、月水、金、土の運行。大河原コミュニティバス月水、金、第二度用の運行。運賃無料。ありがとうございます。